河村定造は、日本の柔道家。岩手県矢幡町に生まれ、旧正盛岡中学校へ進学。中学時代には、旧正仙台2校が開催していた近県の団体戦柔道大会で、圧倒的な体格と強さを発揮し、旧正盛岡中学を優勝に導いた。また、中学5年時の1940年6月には、 岩手県予選を勝ち抜き府県選手として、期限2600年宝宿天覧武道大会にも、出場、予選リーグ戦を勝ち抜くには及ばなかったものの、20代30代の、精鋭が集う中にあって、若干17歳での河村の出場は快挙であった。1941年に、東京高等市範学校体育科2部に入学し、また、同年5月に、 高等館へ入門して、わずか2ヶ月後には4段位を許された。講師での学生時代には、長岡修一や橋本翔二郎、大滝忠夫、松本吉蔵らの指導の下同期の安倍一郎らと共に厳しい稽古に明け暮れた。1944年、5段で同校を卒業。卒業後は、東京第二師範学校に着任し、講師、助教授、 教授を歴任する。この間、得意技の羽越しや、体落ちを武器に、1948年の全国10、地区対抗大会に、東京代表として選出され優勝を飾ったほか、6段位にあった1951年9月の、第4回全日本東西対抗大会では、東軍選手として7勝で出場。 1953年から55年まで英国に留学し、1953年にベルギーのブリュッセルで開催された第4回ヨーロッパ選手権大会では、フランス在住のアワズ・ショゾやオランダ在住の道上博良と共に審判員を務めた。この大会の4段の部の決勝戦、フランスのアンリ・クルティーヌとオランダのアントン・ヘイシンクとの試合では、 クルティーヌの小内狩りの技あり、判定に対しフランス側から抗議が出て試合が一時、中断するなどしたが、河村の筋の通った説明で事態を収集している。帰国後は、東京都三鷹市の群れに住居を構えて1975年からは、筑波大学教授となり、1978年から1982年まで、大学院修士課程長を務める。 1986年に定年退職して、筑波大学名誉教授を拝命。同年4月から行動館審議部調査部長として、第2認定に関する業務に携わった。その後も行動官評議員、同審議部長、同参業のほか、全日本柔道連盟理事、同評議員、日本武道学会会員、同常任理事、武道評議会員等を歴任する。 また、文部省主催の学校体育指導者実技、講習会の講師として、1963年から1984年まで20年以上の長きにわたり実技指導を通じた、学校体育の正しい指導法の普及に尽力した。また、柔道の国際普及に関する貢献も顕著で、技術指導のほか1961年には、 国際柔道連盟初代スポーツ理事に就任し、国際ルールの制定、スポーツコードの作成、世界選手権大会やオリンピックの運営といった多岐にわたる業務を担当し、1979年に辞任するまでの18年間、国際柔道の整備に尽くして、国際柔道連盟の名誉会議に。また、写真で見る柔道、柔道トレーニング法、 入門奏者柔道他柔道関係の英文書を多く表した。これら英年の功績から、1992年の行動館創立110周年記念式典において、行動館より9段くらいを受け、商談に際し、可能市販奏史の道の理想は、まだまだ遠いが、偉大な日本伝来文化である行動館柔道の継承、維持そして発展のために、 さらなる努力と最善を尽くしたいと語っていた。また1998年、君三刀髄法賞受賞。趣味は、書道や尺八、漫画、美術、音楽、バレエ鑑賞など多岐にわたり、余暇を惜しんで、それらをたしなんでいたが、2002年11月に、急性肺炎のために入院し、翌3年1月16日に死去した。2003年、ノブ14位。 ありがとうございます。